はい、皆さんこんにちは。マネルグルビジです。では今回は、信長の野望じゃないですね。ハゾバヤホー、第一次世界大戦モード、大日本帝国軍プレイ続きを、新しくなのか続きなのか、やっていきたいと思います。というのもですね、第一次世界大戦をプレイしていたことがありまして、セーブデータを残していて、今回その続きからやっていこうと思っています。で、第一次世界大戦はですね、ドイツを叩いて、その過程でロシア、中国も叩いてですね、ご覧の通り、こんだけの領土を獲得しているのが日本です。こんなこと今まで かつてなかったと思うんですが、トントン拍子に運んでこんな状態です。で、今回は、じゃあ、この状態で、第二次世界大戦突入したらどうなるんだろう。日本勝てるんじゃないの、そう思っちゃいますよね。実際に、そのプレイをやっていきたいと思います。では、まずはですね、すぐにでも開戦できるだけの、パワーはあるんですが、充足率が低かったりする部分はやっぱりいかんとも仕方ないものあるので、国境付近固める作業をしながらですね、生産ラインの見直しなどをまずはしていきます。で、あと今回はですね、ちょっとそういう形で事前準備が多くなってしまうので、香港のマラソン大会、来月出場しますと言ってると思うんですけど、その時持って走る予定のオズモポケットっていうね、ビデオカメラがあるんですけど、そちらに手持ちグリップをつけて、実際に試走してみた時の様子をワイプで出すので、ちょっとそれもご覧いただきながらですね、お付き合いをいただければなと思います。じゃあ、まず師団の、配置からやっていきます。そしたら師団の配置は行いましたので、移動させていきます。で、この後はですね、海軍も、対アメリカ戦を睨んで、まずフィリピンを、奪っていくっていうことを前提にですね、ちょっと考えを巡らせていきたいと思います。で、あと外交なんですけども、イギリス協商とはね、仲良くしておきたいなとは思うので、イギリスに対してはですね、一旦関係の改善を入れておきます。常にと言っていいのかな。で、あと、研究の枠だね。もうこれもすっかりどこまで進めたか忘れちゃってるんですけど、しっかり研究は研究で進めていきましょう。あと、核開発もやっているはずなのでね、核開発も進めていきます。メキシコはイギリス協約に、入りましたという話ですね。やっぱりだからイギリス協約とは仲良くしたいので、その主要構成国である、もちろんイギリスだったり、っていったところはね、しっかりケアしていきましょう。ちょっと変な言い方になっちゃいましたけど。関係改善は、あとはポルトガルも送るでしょう。イギリス協約国はもう基本的に全部関係改善をする。小国であろうが。どんな国であれ。関係改善をしまくる。あくまでも戦争の目的は、アメリカを倒すことにありますからね。だからアメリカと、そういう意味で言うと、イギリス協約陣営が、
武力衝突してくれると、本当に一番いい結果になりますね。で、一番嫌なのがアメリカがイギリス協約入りすることなんですよね。さあ、では時間を進めていきましょう。生産のラインがね、結構きついことになってるんで、走行自動車、兵員輸送車、重戦車、軽戦車、軒並み足りてない。支援装備、歩兵装備は逆に言うとちょっと足りてきてるんで、生産のラインからちょっと外していくというか、数を減らしていきましょう。と言ってもね、結局、資源が足りないので、まあ、そういう意味では、ここで何をどう調整しようがあんまり影響ないんじゃないのっていうのはね、あるのかなという気はするんですけどね。資源がないから作れないことには変わりがないという部分はあるんですが、まあ、それにしたって、やっていきましょう。で、工場の割り当て状況ですが、そうだよね。今もう全然、民事工場もないんで、数が。いやー、アメリカ軍と戦うには不安しかないな。こうやってみると。暗視系のものも入れていっちゃいましょう。570日かかりますけど。アルミをどっからか輸入したよな。ドイツから輸入する？で、あとゴムも全然足りてないね。ゴムはじゃあイギリスから輸入する。で、続いてタングステン。アメリカから輸入してるとろくなことは起きないので、イギリスから輸入しましょう。で、鉄。鉄はフランスから輸入だ。よし。これで一度、まあ、いわゆるその貿易関係、資源関係もクリアになりましたね。じゃあ、こっから再び外交で味方を増やす。まあ、日本の今の外交もね、決してうまいとは言えないんだろうなとは思うんですけど、外交下手なのは僕も同じなので、ここは、とにかく、味方を増やす。まあ、そういう、ことをね、しっかりやっていきましょう。まあ、よくアメリカ軍、ね、強い強い言われてますけど、現代モッドではね、中国軍相手に大苦戦して、もう抜き差しとならない、もう進むことも戻ることもできないっていうね、ひどい状況になりましたんで、ちょっとそこは本当に大いに反省をしてですね、やっていきたいと思ってます。鉄が足りてない。鉄が40も足りない。鉄40どっから輸入する？イギリスから輸入しよう。今戦争らしい戦争は起きてないからね。まさに今戦闘中っていう戦争は。さらに足りなくなるんだったら、あらかじめちょっと数をね、鉄に関しては確保しておきましょう。これでしばらくちょっと見守りますか。しばらくこれで資源に
工場を割かなくて済めば建設のスピードが上がるので、それによって、充足率を回復していきましょうか。こうやって見ると充足率全然回復していないところはやっぱり一定数ありそうなんで、特に戦車手段がね結構きつそうですね。なので一旦そうだな、装備の更新は低めにして補充を優先しましょう。これで、師団のね、回復を図ります。特に戦車硫黄島あたりには部隊をちゃんと置いておいた方がいいよね。硫黄島に師団を置こう。で、あとは結局太平洋はね、ドイツに返してしまったので、なんだかんだで、まあ、ドイツが太平洋に領土をまあ持ったままという状態になっています。これも本当にそのままでいいのっていうところもね、出てきますしね。また資源不足だな。鉄40にも足りないの？いや、アメリカから輸入はちょっと今しとくの危険だからな。オーストリアから大量の鉄を輸入しておきましょう。で、生産のラインで、重戦車ちょっと見ておきますか。重戦車、もうちょっと増やしたいよな。重戦車を増やす分、師団のうちの歩兵装備をちょっと減らしましょう。その分、重戦車への割り当てを増やしたいところですね。重戦車にちょっと割いていきたいけど、まあ、あといつ改善をしていくかっていうのもね、重要なファクターにはなってくると思います。いや、鉄が常々足りないね、鉄が。オーストリアからの鉄の輸入量また増やしましょう。とにかく今は、その師団の回復を待ってですね、アメリカ軍との戦いに備えていきたい。で、アメリカとの戦いの路線なんですけども、まあ、戦略だな。どういう戦略でいこうかな。まずはフィリピンだよね、目先邪魔なフィリピン。フィリピンと、で、あとはサイパン。まあ、いわゆるグアムですね。グアム。グアムを取って、グアムから、
太平洋を渡ってハワイ、そしてまあアメリカ本土という位置づけですかね。攻略の順番は。なんでまずやっぱりフィリピンを最初に攻略していく必要があるので、フィリピンの周辺に部隊を、まあ、うまく展開して、まあ、強襲をかけていくということになるんじゃないかなとは思います。じゃあ従前者次を研究していきます。で、今ちょっと陸軍の経験値バカみたいにあまり切っちゃってるんで、これ使っちゃおう。これ全部使っても大丈夫なのかっていう不安はちょっとあります。ではこのまま時間を進めていってですね、シダの回復を待ってアメリカに対して宣戦布告をしていきましょう。また資源不足になってるね。鉄でしょ。いや、アルミだ。アルミはドイツから輸入。手段もだいぶ回復してきている傾向にありますね。いい感じだ。このまま、回復に努めていきます。はい。そしたらですね、原子炉の研究が終わったので、原子爆弾の方に入っていきます。研究ですね。アメリカとの戦いで、まあ、日本は原子爆弾を落とされた側になってしまったわけなんですけども、落とす側に回りましょう。原子炉の建設。まあ、ここは、
長崎と広島と立てましょう。で、原子炉の順位をちょっと上に上げちゃう。原子炉結構時間かかるんでね、作るのに。で、原子炉が立ってしまえば、あとは原子爆弾の研究が終われば自動で原子爆弾が作られていきます。で、軽戦車に関しても、生産のラインを切り替えましょう。重戦車はね、ちょっと改造型があるので、まあ、すぐに切り替えをするのはもったいないので、このまま行きますが、軽戦車は切り替えます。まあ、研究もね、ザクザク進んで、そろそろアメリカ軍との海戦を、視野に入れていきましょう。もういよいよ、充足率も、ほぼ100に戻ってきてるんで、こっから先はですね、もう本当に、戦いを睨んだ、形にしていきましょう。今、全部プラスになりましたね。まあもちろんね、足りないもの、少ないものはいくらでも数えればキリがないんですが、一応、充足率はほぼ 100% になっていると思うので、ここから回線を、実際にですね、工作をしていきたいなというふうに思います。では、ちょっと今回ね、本当にこういう下準備だけで退屈されてしまった方も多いと思うんですけども、次回はアメリカ軍との戦争工作を行っていきたいと思いますので、ぜひぜひ、お楽しみにしていただければなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。